マキタから充電式ケーブルカッターが新登場しました。ちょっと紹介していきますね。今回上田からもののチャンネルでご紹介するのはこちら、マキタ充電式ケーブルカッター KC100ARG です。今回登場した充電式ケーブルカッターは作業性で選べる2タイプがあります。 KC100ARG は軽量で取り回ししやすいクローズドタイプです。 KC101ARG は任意の位置で切断可能なオープンタイプです。今回はクローズドタイプの KC100ARG をご紹介していきます。最大切断径は直径 50mm、1充電あたりの作業量は約220回です。連続切断時に便利なオートリバースを搭載しています。切断後にモーターが停止し、停電スイッチを離すと刃物が設定位置に自動で戻ります。口開きの設定ダイヤルは直径 10mm から 50mm まで6段階で調節可能です。スイッチは上部分が静電、真ん中がオフロック、下部分は逆転のスイッチとなっています。誤作動防止のため2アクションスイッチとなっており安全です。こちらが稼働場、こちらが固定場になっています。本体の重量はバッテリーを含めて 2.2 キロと軽量です。防塵用ブラシや LED ライトを搭載しています。カッターの周辺を照らしてくれます。また持ち運びなどに便利な肩掛けベルトも標準付属です。マキタ充電式ケーブルカッター KC100ARG をご紹介しました。ぜひよろしくお願いいたします。こちらの商品は修理パック対象商品です。商品が気になる方は概要欄のリンクから商品ページをご覧ください。グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。上田かなもの